あ、ヴィーガンって書いてある。グルテンフリーのヴィーガン。ジブリとか見たことある？あるよ。アニメ。全部じゃないから。ハウルの帽子。はい、よくない？好きだよ。ハウルかっこいいでしょ。一番好きなのは、違うやつ。名前なんだっけ？何だと思った？違う。トロじゃない。天空の城ラピュタ。なんとかキャッスルラピュタ。
やつです。美味しい、美味しいけど、そんなチーズ感ない。チーズチーズしてない。うん、ドイツにビーガンとかイタリアン食べ物のイベントがあって、イベントに入るように6ユーロかかるけど、そこでいろんなブランドの会社のっていうところがあって、それでなんか無料で食べてみることできるけど、たくさんあってそこたくさん食べれるし、いろいろできるから、そう、1日でそこ行ったらいろいろ見たり、まあ、安いから買うし、いいね、そのイベント。これ美味しい、全部美味しい。びっくりした、ターメリック入ってるんだ。ターメリックでも全然味がそのような感じ、色は分かれないと。ターメリックの味がした、なんか優しい味がする。私食べるのは遅いよ、普通には。遅い、遅い。あ、いつも一番遅い。あ、そうなんだ。これなんだろう、上に。レッドペッパードレッシング甘だった。おいしい。こっちが一番好き。誰が。選択の連続だって。で、来るとき一番何が使うの、食材。難しいな、気になってから。野菜はないけど、最近キノコとか一番いいの使ってる。日本は種類が多い。結構えのきが俺好き。ないもんですね。そう、味噌汁に入れてもいいし、炒める系でも美味しいし、普通のキノコとなんか食感が違う。ちょっと繊維質な、ストラガスに近い感じ、食物繊維、うまい。あ、これ一番好きかも。それ一番好き。うん、食べていい。いいの、全部食べちゃう。うん、ドレッシングね、甘酒のドレッシング。甘酒ってなんか飲むチンテキって言われる。飲むチンテキ、チンテキってわかる。チンテキ、あー、インジェクションして、ドリップ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 、飲む点だから栄養がすごいって。美味しい。ああ、苦いな、これ。
なんだろう、このクリーム。わかんない。わかんない。豆乳クリームっぽい。めっちゃうまい。超うまい。あんまこれ違うかな。あの。これうまい。いちごのロールケーキうまい。これ全部食べちゃうけど大丈夫。いちごジャムだ。ブラウニーっぽいよね。これ、うん、ケーキ。私もケーキ作るのは聞こえたよ。ロディはそういうのは言わないけど、うん、ケーキの方は上手だよ。これできる。こういうのはあまり作ったことないけど、本当にケーキだね。なんかケーキっていうと、オーブンで作るケーキ。スポンジケーキ。クエとか、うん、チーズケーキとか。あ、チーズケーキいいよね。コンビニで売ってほしいの、これ。あ、ヨーグルトっぽいんだ。うん。ずっとなんだと思ったけど、うん、ヨーグルトだ。まあ、後味がヨーグルトだ。美味しいね。ごちそうさまでした。美味しかった。She's an old